皆さんこんにちは。こんにちは。今日は多肉植物カット内のお迎えが初めての方へ、植え付け方法と管理方法、注意することをご紹介していきます。初心者さん向けの簡単な紹介となりますので、慣れてきた方やもしも合わなかった方はやり方を変えてチャレンジしてみてください。育てる環境や多肉植物の状態によって植物に合う合わないもございます。うまく育っていないと感じたときは、いろいろな方法を試してみることもおすすめです。植物を最優先に考えましょう。早速行ってみましょう。行ってみましょう。まず買ってきた多肉植物を準備します。今回はこちら、チワワ演出さんです。チワワ演出のカット内でございます。はい、はい、土は入っておりません。はい、はい、そして次に準備するものです。はい、はい、こちらです。まず必ず必要なもの、はい、ハサミとピンセットはい、はい、ピンセットは先が丸いものがおすすめです。はい、なぜ丸いものが良いんですか？根っこや茎周りを傷つけにくいですね。尖っていると傷つけやすいので、丸いものがおすすめです。刺さってしまうので、はい、はい、まずこの2つ、はい、そして必ず必要ですね。苗を、はい、今から土を使いますので、はい、桶が必要になってきます。はい、桶の登場です。はい、はい、あまり綺麗な桶じゃなくてすいませんね。すいません、はい、であるといいもの、はい、はい、あるといいものはまずハケですね。ハケです。こちらです。お化粧用のハケ、はい、なりますね。今100均とかでも売ってますよね。はい、はい、こちらは、細かいところの土や汚れを落とすのにすごく役立つアイテムになります。はい、はい、そして次にこちらです。シュポシュポです。シュポシュポです。空気が出ます。はい、細かい土や今から溜まった水を吹き飛ばすのに使えます。はい、はい、そして植えるポットです、ね、もしくは鉢ですね。はい、はい、はい、こういったこの2つのポット違いなんですが、はい、まず右側、はい、こっちですね、こちらですね、硬質のポットになりますね、はい、こちらは最初から底穴が開いてます、はい、そして穴が小さいので、はい、底ネットは必要なくて、まずこの中に底石そのまま入れて土を入れれるパターンのポットになります。はい、はい、猫背くん左手の方が、はい、左手の方がこちらですね。こちらの柔らかい、はい、ビニールポットは穴が開いてますので、はい、穴を隠す必要があります。はい、ここから土が抜けていきますね、このまま植えると。はい、はい、なので底ネットを必ずそこに敷いてあげて、はい、そして先ほどと同じ要領で、はい、底石土の順番で植え付けをしてあげてください。はい、はい、植木鉢の場合も一緒ですね。そうですね、そこに穴が開いてますので必ずネットで一度穴を隠してあげてから植え付けをお願いします。はい、お願いします。はい、はい、それではカット内の処理からいきましょう。はい、はい、今日はドルチュナイ、はい、購入してきました。購入してきました。ドルチュナイはカップに入ってる、これイベントとかの時、そうですね、多いですよね。はい、はい、では開けていきます。はい、まずこれを剥がしてもらって、タグが入ってると思うので、はい、はい、これはちょっと置いておきます。はい、はい、でこちらが苗になりますね。はい、チワワ演出のカット苗です。はい、可愛いです。はい、そしてまず最初にカット苗をお迎えした時、はい、まず1つ目のポイントです。はい、必ず苗の状態を確認してください。はい、まず正常点、はい、真ん中ですね、真ん中が変色していないか、はい、しっかり確認してください。はい、大丈夫ですね。はい、はい、腐っているときは黒くなっていたりします。はい、はい、そして裏側、はい、多肉植物は下の裏の葉が枯れていきますので、カリカリになった枯れ葉はまず除去していきます。はい、猫取り君除去お願いします。はい、はい、手で取れるものは手で、はい、斜め45度の方向に、こうですね。はい、はい、でご準備した
桶に入れていきます。はい、はい、取りやすいところは手で引きちぎってください。はい、あ、こういう今失敗したんですけど、この残ってしまった部分はピンセットで、少しずつ取っていってください。はい、こういう風に取れるので、枯れ葉がなくなるまで、はい、取ってください。この時、葉っぱは傷つけないように、はい、枯れた葉っぱじゃないところですね、はい、健康な葉っぱは傷つけないように気をつけながら枯れ葉を取っていきます。はい、枯れ葉は OK ですか？枯れ葉はこれがラストですね。はい、なかなかしぶとかったです。はい、取れました。はい、はい、で枯れ葉以外の葉っぱですね、ちょっとブヨブヨになっている葉や、はい、色が変わっている葉っぱ、今ですと正面のそこの葉っぱですね、はい、はい、こちらはもう腐敗につながる可能性があるので、はい、あらかじめ取っておきます。はい、はい、ちぎります。これもさっきと同じで45度の方向で引っ張っていくと、これはまずいか、はい、取っていきます。取っていきます。で今ちょっと切れ端が残っちゃいました。上手にいかないときはこういう風に、はい、少し残っちゃってて見えますかね。はい、このパターンですね。このパターンは先ほどのピンセットを使って優しくこの残った葉っぱを除去します。はい、これが残ることによって腐敗につながる可能性があるので、少しずつ優しく取り除きます。はい、はい、枯れ葉の除去と下葉の処理、はい、完了しました。はい、はい、葉っぱを取った後に先ほど用意したハケを使って、はい、茎周りの小さなゴミや土を除去します。はい、はい、はい、優しくこちらから乾きます。はい、乾いていきます。綺麗になりましたね。綺麗になりました。はい、取れないときは先ほどのシュポシュポを使って吹き飛ばすのもありですね。はい、はい、お、いいですね。はい、 OK です。はい、綺麗になりました。はい、こちらで苗の準備が完了しました。はい、はい、はい、それでは植え付けいきましょうか。はい、はい、今日はドルゼナイをお迎えしたときについてくる専用カップ、はい、こちらに植え付けていきたいと思います。はい、横塚君近くでお願いします。はい、こちらは耐水性のカップになってます。はい、はい、お水をかけても1年ぐらいは持つでしょうと言われています。はい、裏には育て方あります。はい、QR コードも載っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。かわいいですね。はい、はい、まずこちら今現在紙コップ穴が開いていませんので、はい、3箇所ほど穴を開けたいと思います。はい、はい、穴を開けていきます。はい、開ける道具は何でも大丈夫です。はい、怪我をしないように気をつけて開けてください。キリとかね、はい、何でもいいですね。はい、穴が開きました。開きました。これは排水の穴ですね。はい、必ず開けるようにお願いします。はい、お願いします。もうちょっと開けてもいいですね。排水気になる方は4箇所、そうですね、5箇所開けても、真ん中開けときますか、いいかなと思うんですけど、一応紙コップなんで、はい、あまり開けすぎるとちょっと底が弱くなっちゃうので、はいはい、そのあたりは臨機応変に、はい、お願いします。もう一個開けておきましょうか。じゃあ、はい、はい、真ん中に開けてきます。はい、はい、こちらでカップの準備ができました。できました。はい、はい、それで植え付けていきましょうか。はい、はい、ましょう。まず底石、ちょっとこれ粒小さめですね。はい、はい、必ず水はけがいいように多肉植物は底石を一番下に引いてあげます。はい、はい、ここすぐにカップお願いします。はい、はい、失礼します。スコップで入れてくださいね。本当は今日は手で入れてます。すいません。はい、すいません。いいですか？はい。3分の1ぐらい入れても大丈夫です。はい。あ、ちょっとドルチェではなるべく底石は多い方がおすすめですね。はい。それでは土を入れていきましょう。はい。土なんですが、土は多肉植物用の培養土がおすすめです。はい。初心者さんには
ぱりいろいろ混ぜ物をするより最初から出来上がった培養土がおすすめです。はいはい、入れていきます。入れていきます。この時桶の上で やることで土がこぼれるのを防ぐことができます。はい、はい、こぼしても散らかりません。はい、入れた後にこう軽くトントンしてもらったら土が落ち着くので、はい、このような感じで、はい、でここに5ミリから1センチぐらい、はいはい、一番上まで入れてしまうとお水をあげた時や風が吹いた時に土が飛んでいく可能性がありますので、はい、一番上までパンパンに土を入れないようにご注意ください。はい、そして、はい、土の仕上げに、はい、オルトランです。はい、貝殻虫、アブラムシの予防ですね。はい、貝殻虫、多肉植物よくつきやすいのでこのオルトラン DX とても大切です。はい、オルトランの中でも DX が一番いいのでこの青い分ですね、はい、オルトラン DX をどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、これは土の上に軽く振りかける感じで、はい、振りかけていきます。はい、表面にパラパラと、はい、もういいかな。はい、はい、このぐらいで、はい、ちょっと表面にかけました。白い分がかかってるような感じで、はいはい、でこれが気になる方は上からもう一度土をかけてもらって隠してもらっても大丈夫です。はい、はい、今回はこのままいきます。はい、じゃあ次、はい、苗を主役を、はい、植えていきます。はい、はい、必ず鉢、デザイン性のある鉢や今回のカップですね、はい、はデザインを正面に向けて可愛い配置で、はい、苗を配置してあげます。はい、はい、植えていきます。はい、苗がお空を向くようにまっすぐ植えてあげてください。はい、こういう形で可愛いですね。はい、可愛いですね。はい、完成ですか。はい、そしてこれを最後に仕上げて、ラベルですね。はい、名前が分かんなくならないように、はい、しっかり背中に刺してあげてください。はい、はい、こういう形で植え付け完了です。はい、シワワエンシスです。はい、で大体活着まで植物によって差はあるんですが、はい、3週間から4週間ほどでだいたい根が張って動かなくなってきます。はい、でお水の頻度によってもやっぱり変わってくるので、はい、今からお水の管理のお話をしていきます。はい、はい、それでは植え付けが終わりました。終わりました。はい、この状態で、まあ、1週間ほど活着を待つというか、はい、まあ、あの土に慣れさせてあげることも、まあ、一つポイントなんですが、はい、お水やりをする場合ですね、はい、水やりの場合、はい、はい、やっていきます。はい、こちら今回はこちらのちょっと癖の強い情報でございます、はい、はい、シャワーでも大丈夫ですし、あのじょうろ、はい、でも大丈夫です。はい、はい、ではあんまり強すぎない水圧のものを選んであげる方が安心です。はい、はい、ではかけていきます。こういう細かいところを狙える、ピンポイントにかけることができるじょうろでは土のあたりを狙ってあげて土だけ濡らしてあげるのが一番安全です。はい、あ、出たね。出てきましたね、うん、この下から水が出てきてますね。はい、で多肉植物のお水ポイント、必ずそこから水が出るまでお水をあげてください。はい、中途半端にあげると逆に腐れの原因になってしまいますので、あげるときは1回でしっかりあげることが重要です。はい、はい、いいかな、ちょっと持ち上げてもらっていいですかね。はい、はい、しっかり抜けてますね。こんな感じで、はい、はい、穴、先ほどの穴の開け具合悪いとここで水が抜けない形になりますので、必ず水が抜けてるかどうか確認もよろしくお願いします。はい、はい、まあ、これじょうろであげたパターンは絶対に真ん中に水がかかっちゃいますので、わざと今真ん中 B かけてもらったんですけど、はい、これ真ん中に水がこう今溜まってる状態、はい、ちょっとカメラでいいですか。はい、見えるかな。可愛いんですね、あの成長点に水が溜まってるのすごく可愛いんですね。真ん中成長点なんですけど、はい、キラキラしてお天気がいい日なんか綺麗なんですけど、うん、これずっとこのままだと暑い日寒い日この成長点を腐らせる原因になってしまいます。はい、はい、この真ん中に溜まった水は腐
吹き飛ばすことが大事です。はい。なるべく飛ばしてあげてください。こちらで飛ばしていきます。はい、いきます。はい、飛びました。はい。こんな感じで、はい、はい、シュポシュポがないときは軽くふーっと吹きかけてあげても水は飛んでくれます。はいはい、はい、それでは植え付けが完了しました。はい、植え付けまでのポイントはここまでになります。はい、まあ、大事な点おさらいします。はい、底石を必ず入れること。はい、底の穴を必ず開けること。はい、で土はギリギリ上まで入れないこと。はいはい、その3つがポイントになります。はい、お水に関しては成長点に溜まった水を必ず吹き飛ばすこと。はい、止まらないように。はい、はい、で容器の底ですねから必ずお水がしっかり出るまでたっぷりお水をあげること。はい、こちらが大事なポイントになります。はい、はい、そして育て方、はい、この後ですね、管理なんですが、はい、管理はやはり環境によってもちろん変わってきます。はい、一番いいのはお外での管理です。はい、お外で日光に当てること、そして風に当てること、はい、この2つ必ず大事になってきますので、はい、可愛く育てたい方はお外で育ててあげてください。はい、はい、でもしも室内で育てたい場合は窓際、はい、なるべく日の光が入って、はい、風が通りやすい窓際がおすすめです。はい、はい、次お水に関して、はい、お水のタイミングなんですが、タイミングは2週間に1回、はい、もしくは1ヶ月に1回、初心者さんはこのタイミングがおすすめです。はい、上げすぎると根腐れの原因になってしまうので、少ない方が枯れにくいです。はい、まずは1年間元気に育てることを目指しましょう。はい、あまり構いすぎるとなんかね、形が変わっちゃったりする可能性がありますので、はい、基本的には放置で温かく見守ってあげることが多肉ちゃんにとって最適の環境となります。はい、はい、そして形変わってきた時ですね、はい、動画の方の最初の方で、はい、裏葉の枯れ葉、はい、除去したと思うんですけど、ああいう枯れ葉が出てきた時はそっとピンセットなどで取り除いてあげることがおすすめです。はい、一度枯れた葉は戻りませんので、枯れ葉が見えた時はなるべく早く除去してあげてください。はい、虫がついてきたり群れの原因になったりして、はい、腐れの原因になりますのでご注意ください。はい、あとはその、まあ、葉っぱ関係、外葉が色が変わってきた時、はい、もう色が変わってきて怪しい時は取ってあげた方がいいです。あ、腐敗しだすと全部に回っちゃう可能性がありますので、はい、ご注意ください。はい、暖かくなってくると花芽出てきます。ピューンと花が咲きますね、はい、こちらの写真のように、はい、花芽が咲いて、はい、くれます。エケベリアは、はい、こちら綺麗なまま咲かしたままも可愛いですし、はい、今流行りの交配、はい、自分であの好きな苗と好きな苗をかけて新しい種を作ることももちろん楽しめる一つなんですが、はい、このまま多肉ちゃん、このチワワインスちゃんを可愛く育てたいときはなるべく早めに花芽はカットしてあげた方がいいです。はい、虫がね寄ってきたり、はい、やっぱり花芽が栄養を取りますので、はい、苗自体がちょっとちっちゃくなっちゃいますので、はい、興味がない方、あの花芽はもういらないよっていう方はなるべく早めにカットしてあげてください。はい、花芽のカットはハサミでチョキンと、はい、あの葉っぱが切れないように気をつけながらカットしてあげてください。はい、はい、こんなもんですね。はい、初心者さんは本当にこれで可愛く育てることができると思います。はい、はい、以上ドルチェからのカット苗植え付け講座でした。はい、ありがとうございました。大ひらぎInstagram もやっていますので、よろしければこちらもよろしくお願いします。では、次回。